はい、皆さん野球楽しんでますか、最近動画上げてなかったですけどね、野球楽しんですごい楽しんでるのでちょっと動画を上げてはなかったんですけど、今日はですね道具紹介をしようと思います。まあ、バットを紹介するんですけど、これからねこの2本紹介するんですけど、ちょっとこれメインでいけたらなって思うのがやっと定まったというか、なんて言ってもねこの先またこれいいなってなると思うんですけど、今日はちょっと2本ね紹介したいと思います。1本目はねこれローリングスさんのビッグスティック88センチということで、長いんですよ。まあ長いって言っても84とかと比べたらまあ4センチ、たかが4センチですけど、なんか自分って結構、まあ、いろんな人でそれぞれスイングあると思うんですけど、まあ上手い人も下手な人もね、まあ自分なんか下手な部類、バッティングなんか特に下手な部類なんですけど、なんか芯に当たるんですよ。なんでそういうねフィーリングもね大事にしていきたいと思うんですけど、一応88センチで、まあパイは 6.2 ですかね、なんで細めで、一応 750g トップバランスっていうことで、ちょっと20年ぐらい前のバットになるんですけど、もちろんねアシックスローリングスさんの時なんですけど、これをちょっと1本、まあ、トップバランスとか750っていうのはずっとね今年もそうですけど、去年の冬場とかもバットをまあ自分なりに素振りとかっていうか素振りですね、それをかなりやってはきたんで、そんなにというか重ほとんど重くは感じないんですよ。まあ振った時のパワーが伝わってるかとかはあると思うんですけど、持った時とかそんな振ってみる感じではむしろなんかちょっと軽い感じがするんですけど、まあフィーリングがすごくいい、打つ時のフィーリング距離感とかもなんかすごくいいんで、ちょっとね半年、そんな半年も経ってないんですけど、来年に向けてねちょっとメインで行きたいなと思ってるバットなんですけど、で、もう一つはねちょっと昨日お迎えしたんですけど、この SSK さんのスカイビートですね。これスカイビートって公式用のバットで、金属バットであると思うんですけど、まあそれの軟式を JSBB のついたバットで、まあここにあるスペック的には84センチで太さが 6.7、まあ、グリップサイズ 22.5 っていうのは、これはまあちょっとグリップを変えたんでまた違ってきてると思うんですけど、まあそのプラスの分がねあると思うんですけど、まあこれはまあバット詳しいというかバットについていろいろ調べてる方はもしかしたら一度は聞いたことがあるとかそういう方がいるかもしれないですけど、 900g あるんですよ。でまあ一応バランスとしてはオールラウンドバランス、要するにニアバランス、カウンターバランスという表記ではあるんですけど、まあ、900g あるんでやっぱり重たいですね。まあ金属バットでさっき88センチってあんまりないっていう話をしたかわかんないですけど、 900g っていうのはやっぱりほとんど ほぼほぼないんですよ。まあ店舗オリジナルみたいなメーカーさんとね共同でのそういうのバットは出たりはする、出たりというか昔あったりしたんですけど、まあ、なかなかね 900g っていうのはないので、でまあカウンターバランスはそうなんですけど、昨日お迎えして、まあ、テープとかはね変えたんですけど、ちょっと重たいですねやっぱり、感じ的には重たいんで、やっぱまだまだね触れる体になってないなっていうのがあるんでね、まあこういうねバット道具に頼るなとかそういうことはまああるんですけど、バットとかでね興味を持って自分の体、自分のスイングをねもっとしっかりね練習しなきゃいけないなと思って、この冬はねしっかりバット振ろうっていう気分にはなってるんでね、そういう感じで、ね、道具を楽しんで道具から楽しむっていうのもねありなんじゃないかと思うんでね、まあこういうモチベーション的な動画をねこれからもちょこちょこ出していこうと思いますんで、またよろしくお願いします。